皇太拳皇后は、民の万歴帝の皇后である。聖は王、意味縄、紀念。将皇付与、妖県の出身。十九本分心福祉の王位の長女として生まれた。万歴五年、選抜されて、翌年二月に皇后となった。父の王位は、永年博に封じられた。真っ赤の服を好み、高級の主として聡明かつ金言な性格で、極めて有能であった。 万歴帝の文書の収集、整理、皇太后たちへの工事をこなし、大使主上楽を支持し、皇帝の張妃には、広し姿で、自身に皇帝の長愛はなくとも、皇后の地位を万弱にした。一方で、鬱憤を晴らすために、救助や太官たちへの虐待を数多く行い、時には石官して死に至らしめたと、後年、太士官、龍和家具が、釈中史で解雇している。 万歴48年、万歴帝に先立つこと4ヶ月にして報じた。高丹帝と無双、勤とむそう、めぐみひとあき天育生健康号の死亡を送られ、定領に、時代の聖望を好奇とともに、三とが思想された。生涯のライバル、帝皇奇妃は立候を図ったが失敗に終わり、金山への埋葬を余儀なくされた。余裕総願、万歴皇后大きな創夫定領を高報告。 ありがとうございます。